長岡翔平です。岩井中出身、ポジションはシューティングガード希望です。よし、次。俺っすね。じゃあせっかくの取り出し。1年木瀬亮太っす。趣味はバスケ、特技はカラオケ。あ、逆だった。閉校中出身、ポジションはどこでも OK。 モデルの仕事もやってるから練習あんま出られないかもだけど、よろしく。あれが奇跡の世代の。そしてチャラい。うるせえよ。聞いたのは名前、出身校、ポジションだけだ。聞いたことだけ答えろや、サラゾーが。いったスカウトされてきた期待のルーキーにこの仕打ちはなくないっすか。知るか、先輩命令に1年が口答えしてんじゃねえよ。